読売ジャイアンツ対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発アルバースが横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。これが1球目、打ちました、流しました。バッターは2番に入っている近本。アルバース、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーアルバース、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。低めの変化球は決まりません。外の低めです。ワンボールツーストライクと追い込みました。バッターは DH 糸井。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきませんね。インサイド空振り、走ってきた、ヒットエンドラン。打順は4番城島。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガース一打先制のチャンスです。初球は打ち、初球からツーシームを投げてきましたね。もうちょっと低くいきたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。チェンジアップには反応しません。ボールです。内へ曲げてきました。さあ5球目は何か。インコースに切れ込む変化球、打ちました。さあこれからタイガースが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の藤浪。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、次が2球目、高めのインコース。次が3球目、スライダーは見送ってボール。入りました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。低め、これは外れます。フルカウントです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている秋山。藤浪、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが初球、初球ボール。打ちました。バッターボックスには指名打者の吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。見逃し三振、ランナーそのままでアウトを取れたのは大きい。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面。インサイド落ちました。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。外に逃げていくボール、よく見ています。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。2回になります。タイガースの攻撃、バッターボックスは5番福留。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。
2球目打ちました。6番バッター大山、アルバース、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ちました。バッターは7番に入っている中谷。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。狙いは良かったと思いますね。振ってきません、外れています。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば先制。低めのいい、さあ初球は何か。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。インローボール打ちました。バッターは9番に入っている上本。ヒットでランナーを一塁に置いています。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の秋吉。初球は何で来るか。レフトへ打球伸びる。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターボックスロペス。タイガース1点リードで迎える最終回です。さあ1点を先制しての、インサイド落ちました。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど、さあどう来るか。入れてきました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番サブロー藤波、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、スピードボールを持っています。打ちました。得点圏に。さあそしてバッターボックスには古田が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ同点のランナーを得点圏。バッターボックスには代打のビシエド。里崎さん、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。ストレート打った。打席には1番バッター菊池。タイガース連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ1打出れば同点という局面。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。帰れば まず何を投げてくるか。ストレートで空振りを取ってきます。三塁方向、菊池きっちりとスクイズを決めた。この大事な場面でスクイズを決めた。初球は何から入ってくるか。ふわふわっと上がった。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。3回に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。さあ打順は1番に返ります。バッター鳥谷、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。タイガース同点で迎え、変化球打った。さあそして打席には近本が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まずは外して様子を見てきましたね。はい、ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。
おお。タイガース勝ち越しました。ふわふわっと上がった。さあ、そしてバッターボックスには城島が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。ふわふわっと上がった。ジャイアンツ最後の攻撃になります。西川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。引っ張った。さあ、そして打席には秋山が入っています。怖いバッターが続きますから、ここは踏ん張りどころですね。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。ここは勝負どころですね。ここでリードを守りきれば勝利も見えてきますからね。なるほど。ストレート打った。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが。初球から打っていった。ジャイアンツ投手警戒。さあ、まず1球目、これも初球打ち。中村、サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕。